サン,ゴサンゴ、サンゴは、四方動物門に属する動物のうち、硬い骨格を発達させるものである。宝石になるものや、サンゴ礁を形成するものなどがある。サンゴは、ポリップと呼ばれる構造を持つ。このポリップが単体で生活するものを、単体サンゴ、有性生,生殖によって生じた一つのポリップが、分裂や出荷を繰り返して生じたクローンが、 分離することなく集まって生活するものを、軍隊産後と呼ぶ。産後の中には体内に、カチュウモという藻類を共生させているものがいる。そのようなものは、増殖性産後と呼ばれる。増殖性産後は、カチュウモから光合成産物を供給されるため、比較的成長が早く、産後症を形成する。増殖性ンゴは、光合成により多くのエネルギーを得ているため、 光量の多い旋回域に生息する。甲冑もと共生を行わないものは、秘蔵小生産後と呼ばれる。光合成によるエネルギーを得ないため、秘蔵小生産後には深海に生息するものもいる。元来、産後と呼ばれたのは、宝石として使われる産後である。深海に生息し、樹脂状の群体を作る。骨格は、石灰質で、緻密で硬い骨格を作る。 家中公八方産後厚やぎ目産後家に属し、赤産後、白産後、桃色産後などがある。専用の網で漁獲されるが、乱獲による産源が激しいという。主な宝石産後の分類学的な位置づけは、以下の通り、六っぱなし、イシサ産後目のものは、イソギンチャクに似たポリプの構造であるが、角膜の間に、石灰質の骨格を発達させる。 軍隊のものが多いが、単体のものもある。増殖産後の大部分はこれに含まれるが、強制も持たない、非増殖産後の種もある。産後もどき、あるいは、偽産後とも、産後もどき目と穴産後もどき目に分ける場合が多い。いずれも、ヒドロムシであるが、石灰質の骨格を発達させる。特に穴産後もどき類には、 大きな骨格を作り増上産後とみなされるものがある。大きな群体を作り骨格を作るものの細かな骨格がバラバラに入っているような柔らかな群体を作るものを南質産後、または英語そのままにソフトコーラルと呼ぶ。南質産後には3つのグループがある。産後はカンブリア期約5億4200万年前に出現したが、この時代の産後化石は 非常に稀である。オルドビス紀になると、ユカイタサンゴや四社サンゴが出現し、分布を広げた。古生代の時点で、すでに草類と共生するものがいたようだ。ユカイタサンゴは、シルルキ中期から衰退をはじめ、ペルム期末に絶滅した。四社サンゴは、シルルキ中期まで繁栄し、三畳期初頭に絶滅した。六社サンゴは、オルドビスキから存在が確認されており、四社サンゴや、 床板サンゴの絶滅後、その日地を埋める形で反映した。床板サンゴや四サンゴの骨格はカルサイトで構成されている。これに対し、六サンゴの骨格はアラゴナイトで構成されている。それゆえ、六サンゴの方が新しい時代に生きていたにもかかわらず、化石記録は床板サンゴや四サンゴの方が豊富である。鑑賞用。 研究用などの目的で、サンゴを飼育しているケースがある。正常な海を再現するために、人工海水や、ろ過装置を用いたアクアリウムで飼育される。高温を嫌う動物のため、夏場に水温を下げるクーラーを設置する場合も多い。強制する、カッチュモの光合成が飼育上重要であるため、メタルハライドランプなどの強力な光源を使用する、ことも多い。 設備さえ揃えれば一般家庭での飼育も可能であり、アマチュアのマリンアクアリストでもサンゴを飼育している人がいる。サンゴをメインとした水槽をリーフアクアリウムと呼ぶ。サンゴだけではなくサンゴ礁に住む水生生物も一緒に飼育される場合が多い。サンゴを含むサンゴ礁の生物は正常な海水を好むものが多いため、飼育設備にはベルリン式アクアリウム、 モナコ式アクアリウムなど、露化能力が高い特殊な設備が用いられる場合が差は、これらのシステムは、ライブロックと呼ばれる、サンゴ礁から採集された石や、サンゴ砂、露化剤などを大量に使用し、自然界の浄化システムを再現した、循環システムである。これらのシステムが用いられた水槽は、長期間、数ヶ月から1年以上の間、水替えが不要なものも存在する。 緑石、阿波ンゴ、ディスクコーラル、比喩産後、流れ花産後などが飼育されている。飼育するためにサンゴを採集すること、特に一般愛好家のためのペットとしてサンゴを採集することには環境保護、生物種保護の観点から批判されることがある。沖縄県漁業調整規則では沖縄海域における増サンゴ類の採保を禁止しているが、 沖縄海域固有の産後類が外国産などとして国内の観賞魚店などで販売されていた例がある。同規則では規則に反して逮捕された産後類の所持、販売も禁止している。環境保護活動や環境教育イベントとして産後の移植が行われることが多いが、日本産後小学会では2004年11月に増殖産後の移植に関してのガイドラインを発表し、 日本産後症学会としては手放しで移植事業を奨励することはできないとした上で以下の留意すべき点を挙げている。沖縄県では2009年3月に行政や研究者以外を対象に産後症保全の基本的理念、産後移植の基本的理論、実践方法をまとめた沖縄県産後移植マニュアルを公表している。また、環境省が2010年4月に策定した 産後症生態系保全行動計画では、産後の移植について、場所、種、遺伝的系統を適切に考慮しなければ効果が期待できないこと、種レベルまたは遺伝子レベルの格乱を生じる、危険性があること、移植方法によっては産後を損傷する恐れがあること、等が指摘され、取り組みの方向性として、移植については、技術的な手引書や有料事例の普及が重要であること、 有性生殖によるサンゴの人工増殖等の他の手段の検討や促進が重要であることが挙げられている。2010年には養殖したサンゴの移植を題材とした映画、テイダカンカン海とサンゴと小さな奇跡が公開されている。折れて海岸に漂着したり、海底から採取されたりした一部のサンゴ、宝石サンゴは見た目の美しさにより、古代から世界各地で、 宝食品として使用、取引されてきた。日本の宝石協会ではサンゴを3月の誕生石としている。結婚35周年をサンゴ婚式とも言う。仏教における執法の一つ。サンゴは生息海域が限られ、成長が遅いにもかかわらず現代において宝食品需要が高まっているため、資源保護が課題となっている。古くからサンゴが珍重され、 密輸や乱獲が大きな問題となっている中国の申し入れにより、ペラーコラリアムジャポーニカム、赤サンゴ、カーリアムオレイショス、桃色サンゴ、カーリアムコンジョイ、白サンゴ、カーリアムサカンダム、ミッドサンゴの4種が絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約、ワシントン条約付属書3類に掲載れた。2008年7月1日より、 国際輸出の際は、輸出国管理当局が発行する輸出許可書、または原産地証明書等が必要とされている。取引規制の機運は、さらに高まっており、2016年のワシントン条約第17回定約国会議 COP17 で産後の資源量や貿易状況を議論する場を設ける提案が採択された。2017年の付属委員会で、各国が 産後の資源管理や流通について2018年末に報告することが決まった。日本では東京都、高知県、沖縄県などで各都県の許可を受けた漁船により年間5トン程度の産後が採取されている。加工前の宝石産後の価格、2017年時点は 1kg100 万円以上と2011年比で5り、上高くなっており、出漁船が増える傾向にある。 乱獲防止のため採取方法の規制や禁量期間が設定されているものの内容は各都県に委ねられており日本政府としての統一した規制はない西洋でも宝石産後には長い歴史と様々な関連文化があるギリシア神話によると英雄ペルセウスが怪物メデューサの首をかき切った時 溢れた地からペガサスが地中海に滴り落ちた地の雫からサンゴが生まれたとされている。ローマ時代から語婦として愛用された。12世紀のカスティリア王アルフォンソ10世がまとめた宝石史にはサンゴは金星と月に結びついた宝石と書かれている。イタリアの農夫の間の俗心では持ち主の女性の月経の間はサンゴのが焦ると考えられていた。 伝統的に金坊氏は、肉体的な愛を司るベヌス、月は、妊娠を司るダイアナに結びつく惑星とされている。イタリアでは、古くから地中海の産ゴ、シールブールム、ベニ産ゴを使った工芸が発達し、海にちなむことから、船乗りや地のような赤い色から、妊婦の役除けとして珍重されてきた歴史がある。赤い産後で角をかたどった、コルノというは、薬として、 現在でもよく好まれる。中世の夢判断においては夢にサンゴが現れると病から回復する予兆であるとされた。一方でサンゴの色が焦ることは持ち主の健康が脅かされている予兆だと恐れられていた。1584年にイワン来帝に越見したサージェローム・ホーシーは皇帝が美しいサンゴを ホーシーの手に取らせて間違いなく美しい色合いをしていると確認させた後、自分の手に乗せたサンゴが、棺衣ごろの色に白くあせて、自分の死を予知している。と言ったと記録している。3年前に、官爵から妊娠中の皇太子妃を蹴り殺し、妻を助けようとした皇太子を撲殺。皇太子妃の身ごもっていた初孫をも殺害しており、失意の底にあった皇帝は、 ホーシーが越見して間もない1584年の3月18日に、自らの言葉通り発作を起こして死んだ。日本では、奈良時代以来、シルクロードを渡ってきた、地中海産産後を珍重していた。産地イタリアでは、地中海産後は、乱獲が原因により絶滅に近い状態に陥り、代替品が求められていた。19世紀、土佐沖で、 白サンゴが発見されるや、いなや、インドに駐留していたイタリア商人が、中国商人を通じて買い付け、イタリアに送った。ついで、土佐沖で、赤サンゴ、桃色サンゴが発見されるに至り、日本が開国を決めると、イタリアのサンゴ商人が自ら買い付けに、土佐に乗り込んだ。イタリアの人々は久方ぶりに輝くような赤や、桃色のサンゴを手に取れるようになった。 日本産産後のうち、日本、中国、台湾で最も人気があるのは赤産後で、そのうちでも深みのある赤を市場では、チアカサ産後、アメリカでは、オックスブラッドヨーロッパでは、土サなどの名で呼ばれることがあると呼んで最高ランクとされ、台湾や中国の富裕層に人気が高く2国の発展に伴い値段の高騰が激しい。この人気のため日本の海域で、 赤サンゴが大規模に密漁されている国漁船サンゴ密漁問題。桃色サンゴは桃色の名を冠するものの朱色から桜色まで色調が広く赤サンゴより大型のものが多いので広く使われる。ヨーロッパでは赤サンゴより本種が人気。本種も含め透明感のある淡いピンク色のものは市場では天使の肌という意味のエンジェルスキンとロマンチックな名で呼ばれるが、 日本の流通業界では、ボケと呼ばれている。一般的に植物のボケの花の色に由来すると言われるが、商売上手のイタリア人が、日本人や中国人の仲買い人を騙すために、色がボケていて安価でしか買い取れないと嘘をついて、安く仕入れて、台も消したという俗説もあり、正確な語源は未だに不明である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。